私たちも靴びしゃびしゃになったもん、うん、そう、浸水事件があったんですね。そう、というか、あれなの、今日新しい靴なの、新品ピカピカ。そう、これで、あの、靴に穴も開いてないですし普通だけどね。そうね、あの、雨の時も濡れずに大丈夫だからね、今日風がちょっと強いんだけどね。あ、大丈夫か、バイキンマンが、バイキンマン、はい、風は強いんだけどね、前回よりはちょっと見やすいかなって思うので、最後まで楽しんでいってください。それでは早速自己紹介の方に行きたいと思います。トップバッターはヒーボー。はい、安城市のゆるキャラはキーボーだけど、私の名前はヒーボーです。よろしくお願いします。イエーイ、イエーイ。次はカノンちゃん。はい、カッキンのんきーカノン好き、薄紫担当カノンです。よろしくお願いします。イエーイ。最後はアイちゃん。はい、愛情、愛想、愛嬌、愛のサンコンボ。ありがとうございます。皆さんに愛をお届けします。緑色担当愛です。よろしくお願いします。イエーイ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでね、改めてひーぼーちゃん、おかえり。おかえり、ただいま。元気してた？元気してましたよ。なんかちょっとあのニキビとかいっぱい出てる。大変やもんな。ね、3ヶ月ぶり？そう、3ヶ月ぶり。あの12月、あの1月からお休みいただきますって言って。だから3ヶ月ぶりだね。そかそか、今日どうよ、3ヶ月ぶりのライブは。わー、なんか場所も変わってるしさ。そうなんだよね。そう、それがあの一番びっくりしたかなって思いますけれども。なんか人、今日多くない？そう、いっぱい見てくれてるよね。嬉しいね。
ありがたいね。ね、3人でやるステージも久しぶりだからね。そうだね。私たちも皆さんも最後まで楽しんでいてください。ということで、そろそろ次の曲に行きたいと思います。それでは聴いてください。看板娘で大好き。過ごした私も社会人2年目になったので後輩ちゃんができて、
じゃあ愛ちゃんが指導をしたりしてるの？そういつも指導してますよ。え、愛先輩になったわけ？怖い？怖くないよ、優しいよ、私すごい。あ、今のなんか言い方すごい。すごい優しいです、大丈夫。本当か？怒らない。ちょっと見てるよ、ブラックのドラム。違うよ。あとで、ダメ。ダメだって。いや、絶対今の出てるでしょ、ほら。ダメって言って。裏で。ちょっと気に入って あれは悪いでもね、本当に優しいから。愛ちゃんはね、可愛いからそういうこと優しい。かのちゃんはどう？私はでもプライベートの話になっちゃうんだけど、やっぱり引き続きあの商店街とか新しいお店とかオープンしたりしてるから、そういうお店に行ったりしてるよ。さすがだよね。そう、学生終わってもなお。でもヒーボーもさ、前回あのレッスン帰りとかにさ、スタッフさんとか先生たちと一緒に商店街のお店行ったりもしてるね。楽しかった。楽しかった。さえちゃんも今度一緒こう。一緒に行きたい。そうね。なんかもう食べ歩きしたらお腹パンパンになっちゃいそう。確かにね。なんかおしゃれのお店いっぱいになったもんね。増えたね。どん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 お店が増えてるよね。わかる。いいよね。ね、皆さんもね、ぜひいろんなところ行ってみてください。ということで、そろそろ次の曲に行きたいと思います。それでは聴いてください。看板娘で僕らのアドベンチャー。
いていただいた曲が看板娘で僕らのアドベンチャーでした。ありがとうございます。はい、あの拍手がいつも嬉しい、嬉しい、ありがとうございます。はい、そういえばね、もう4月も終わりだよって話をしたんですけど、ゴールデンウィークがもうすぐあるんですよ。みんなは何か予定ありますか？私さ、うん、シフト落ち制なんですけど、こんな現実的な話をするとあれなんですけど、お仕事、あのお仕事なんですけど、あのパパとママがいっぱいお休み取るから、私はその後ねって言われてて、じゃあゴールデンウィークが終わった後に、あの非暴のゴールデンウィークが来ると、そうなの、アラサーの独身の女は後って言われて全然見えないからね、見えない、そんな感じ。あ、私はあの高校の頃の友達と温泉に行きます。いいな、温泉いいな。お泊まり？そう、一応お泊まりで、なんかあのホテルを取ったんじゃなくて、なんかあのゲストハウスみたいな、一軒ごと借りれるみ、借りてみたいな。素敵。何別荘？別荘じゃないよ、でもなんかあるやん、ゲストハウスだよ、うん、あ、そうですね。そうだから、なんかあのそこでお料理とかもできたりするから、料理上手な子がいるから、作ってもらって、作ってもらいたいな。食べる、そう、食べる線で思ってる。あいちゃんは？私もね、なんか連休はあるんだけど、仕事に行ったり、ね、休みだったりで、だって今年なんか月曜と金曜が平日だって。あ、そうそう、そんな感じです。でも連休があるので、そこでダラダラ過ごそうかなって思います。いいね、ダラダラしてるのあんまり想像つかないですよね。あいつ意外と夜遅くまで起きてるよね。そう、夜遅くまで起きて、ゲームやって、ゲームが大好きだから。ゲームが大好き、ダラダラも大好き、意外なんだよ、寝るのも大好き。すごいキッズじゃん。うちらがやってそうじゃない、ね、やってなさそう。ね、やってなさそうだよね。かのんちゃん、8時ぐらい寝てそう。いや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 、もうめちゃめちゃよっかし。お嬢さんだから。そう、違う違う、お嬢さんだから。違うよ、違うよ違うよはい、はい、ね、皆さんもね、ゴールデンウィークとかどんな風に過ごすのかなっていうお話をね、またできたらいいかなって思うので、フーパーにもぜひ遊びに来てください。はい、ということで、そろそろお別れの時間が近づいてきてしまいましたので、今後の告知です。はい、金曜日の和室看板娘のずっとグダグダラジオは5月6日の金曜日22時からです。メールの宛先はピッチアット pitch@838.fm までよろしくお願いします。たくさんのメールお待ちしてます。待ってます。はい、そして5月5日13時30分から安城市歴史博物館にて安城市生誕70周年祭に出演します。イエーイ、みんなで安城市の生誕をお祝いしましょう。はい、そして5月14日は12時15分からデンパークにて、メーデーフェスタ2022に出演させていただきます。デンパークちょっと遠いんですけど、皆さんぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、そしてその後18時ぐらいからあの看板娘の定期公演があるあの市民交流センターにてある予定なんですけど、詳細まだ決まってないのでまたお知らせします。はい、その他私たちの活動は YouTube、Twitter、アメブロなどインターネットでも発信しています。安城スペース看板娘まる検索してください。それでは最後の曲聴いてください。それでは聴いてください、看板娘でハッピータイム看板娘バージョン。
よ。遊びに来てください。待ってます。